はい、というわけで皆さんお待たせしました、はい、始まりましたね。お久しぶりですよね。そうですね。お久しぶりですね。そうですね、はい、ちょっとあの久しぶりのゲストということなんで、はい、楽しみですけれども、今日はあの大子さんからのメールにもあった通り、医師でありながらハーバードに留学して、さらにあおひさっていう、ありがとうございます。あのハーバードに留学し、さらに MBA も取って、で今また日本に帰られてきてるんですけども、その猪俣さんが、ゲストに迎えして勉強法についていろいろ勉強について話聞ければなと思っております。猪俣と申します。どうぞよろしくお願いいたします。パチパチこれね、こうパチパチって出てくるんですよ、この画面。パチパチがいっぱい出てくるんですよ。これは拍手なんです。ありがとうございます。相当の拍手が。すごいすごいすごい。はい、そうですね。で今日はまああの、ね、ブログに書いたあの、あの皆さんにメルマガで送った通り、まあ、僕の聞きたい話を聞くという聞きたい話、ね、ほとんど個人的な話を聞くっていう、そう、回なんですけれども、そうで、あのこれ実はあの僕フライングしてね、あの本結構前に紹介させていただいたんですよ。あ、そうですか。ありがとうございます。あの呼びますように来ていただきますって。で結構皆さんあのこのチャンネルなんか勉強法について知りたい人がめちゃくちゃ多くて、あ、そうなんですね、大体評価が高いのは勉強法の回なんですね。で、まあ、ちょっと読ませていただいて、うん、僕がなんか一番こうあのもっと詳しく知りたいなと思ったのがこの留学の語学の部分とか、はい、そうですよね、どうやって両立させたかみたいな、うん、あのお話とかを聞きたいなと。で見てる人たちも結構その留学したりとか勉強してキャリアアップしたいとかっていうのはあるんだけど、うん、でも仕事と両立するのはきつそうみたいな人が結構多いんですね。そうですよね。先生の場合は何ていうんですかね、こう医学医者としてお医者さんとしてハーバードに行きながら MBM 取ったっていうのは多分仕事両立するよりきついだろうっていう話 で、うん、でそこら辺の話とかもあのあの聞かせていただければなと。ぜひよろしくお願いします。はい、いうことで、今日はみんなノートを取りながら聞くようにっていうとこれコメントが出なくなっちゃうんであれなんですけど、そうですね。音が小さい。星切り萌えさんのブログ、ああ。あ、星切萌えさんのブログね。一緒にご飯食べに行った時のやつですか。あ、いや、あの、あの後、あれ昨日おととい昨日仕事でご一緒して。あ、そうなんですね。そうなんですね。そうなんですね。はい、ちょっと音調整してます。ちょっとお待ちください。ジバリア充ってマジで何それ。あ、ちょっとね、ご飯食べてほしい。はい、はいはい。ジマの声が耳からすっごいってどういうこと。あ、もう近かったからってことですね、うん、そうですね、はい、大丈夫ですかね。聞こえてますかね、これで。あ、でね、こちらは OK でしょう、ね、もう大丈夫なんですね。音が左右逆やで大丈夫、うん、大丈夫。左右逆の人、耳が左右逆についてんじゃないかな、これきっと。ヘッドホン側ね。あ、今ね、もう早速質問が来てましたけど、なんで MBA を取ろうと思ったのかが知りたいって来ましたけどね、うん、あ、いや、すごいいい質問だと思うんですけど、やっぱり理由からですかね、うん、僕は、まあ、医者として働いてましたので、うん、まあ、その時に僕ら医学部生ってですね、例えば MBA で学ぶの何かっていうと、うん、まあ、リーダーシップとか、うん、まあ、マネージメントとかもちろん、あとお金のこととか、うん、まあ、人物金ってよく言われる、うん、そういうことを学ぶんですけど、うん、僕ら医者の人はですね、あの卒業したら今度は患者さんをマネージメントしたりとか、うん、研究する人はお金を、うん、研究費をマネージメントしなければいけないんですけども、まあ、医学生の間ってそういうことを学ぶ機会がほとんどないんですよね。まあ、そうですね。もちろん、まあ、体のこと勉強してますからね。そうですね、うん、で、まあ、卒業したらでも今度はそういうことを急にやらなければいけないということで、やっぱりその僕が研修医とかで働きながら感じたのは、僕らもそういう能力が必要なんじゃないかということで、実はその研修医とか日本の大学院って時に虎視眈々と行きたいな、まあ、それこそ留学したいなってずっと考えてたんです。へえ、うん、面白い。今 MBA についての説明がね、今下に出てましたね。そう、はい、それはね、ブックエアじゃないよ。違うよ、ね、そう、よく皆さんそれ言いますよね。まあ、確かにね、なんかあれですよね、普通の日本の、まあ、医学部もそうだろうけど、普通の大学もなかなか
リーダーシップの話とかまで勉強するとこないですもんね。ないですよね。経営学部だったらあるのかもしれないですけど、うん、そうですよね。あとは結構なんかすごいこう多分今さっきの質問の意図として僕は思うのは、えだってお医者さんだったらそれで十分じゃないですかっていう多分ニュアンスも入ってると思うんですよ。どんだけ星がんの予的な、そうわざわざそんな MBA まで取んなくてもっていうニュアンスが多分入ってたと思うんですけど、そうですね。いや、まあ、いろんなキャリアがもちろんあると思うんですけど、うん、僕らはやっぱりその医者としての仕事も奥が深いというか一朝一夕じゃ身につかない、例えば手術とかだってすぐには上手くならないので、うんうんうん、もちろん一生かけるに値すると思うんですけども、うんうん、やっぱりそういった中で、まあ、他のことも僕、まあ、一度の人生ですから、ね、できるんじゃないかということで、うんうん、ビジネスクリックと、まあ、違った側面も勉強できるなということでチャレンジしたというのが一つと、うんうん、まあ、やっぱり日本にいる間はなかなか両立はもしかしたら医者と MBA だと結構難しいんですけど、うん、まあ、留学している間だったのでそれがなんとか可能であったというところはあるんですね。実際のところは、何歳の時に思ったんですか、これ医学部高校生の時に思ったのか、医学部入ってからビジネススクールに行きたいのは一番最初に思ったのは研修医の頃ですね。だから6年間医学部終わって、医学部の頃はそれこそ僕ら医療のことしか勉強しないので、うん、あの MBA とかよく知らなかったです、はい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 、もちろん研修医になった頃ですね。なってこのままだとなんかそういう、まあ、すごい技術的にはいろいろ身につくけど、うんうんうん、全体医師としてのこのマネージメントとかそういうのは、そうですね、あとまあネットワーキングのスキルだとか、うんうん、コミュニケーション能力とか、僕らだってコミュニケーション大事じゃないですかそうそう、毎日患者さんとこうコミュニケーションするわけですよね、うんうん、でその時にやっぱり医療の知識だけあるだけじゃやっぱり患者さんをあの治せないというか、うんうんうん、患者さんたちの背景も知らなければいけないので、うんうん、まあ、そういったのを考えた時に他のことも勉強した方がいいんじゃないかなっていうふうに感じたんですよね。 MBA って経営者ってイメージですけど、経営者ってだけじゃなくて現場でも結構使えるスキルが身につくってことですか。あ、そうなんですよ、本当にそうで、例えば何ですかね、会社の中の対人関係をどうやるかっていう授業があったりとか、結構実践的なんですよね。実践的ですね。自分が上司になった時に部下をどう扱うかとか、あと例えば自分が部下の時にはまあ例えば上司をどういうふうに評価するかとか、うんうん、例えば上司がすごいセクハラな上司だったとしても、うん、まあ、どういうふうにそういうのを直していくのかっていうのをみんなで考えるみたいな。そういうのアメリカでやるんですか。そういう感じなんですね、まあ、セクハラじゃないですけどね、セクハラはなかったんですけど、まあ、なんかだいぶ多分みんなが思ってる MBA と実際のそのアメリカの MBA の授業に結構違いがあるんだなっていうのが分かりますね。そうですね、そうですね、確かに。もちろん学問の一環としてその会社を立ち上げるスタートアップの方のやり方とかファイナンスもあるんですけども、それ以外のところが僕はそれ以外のところもかなり重きを置いてるんだなっていうふうにすごい感じましたよね。そうなんですね、なるほどね。というわけでもういきなりですねほーっていう感じの流れになってるわけですね、はい、なんでまあでも今ね結構英語の質問とかも、だってそのいきなり英語あのもうねこの本にもね語学力ゼロからって書いてあったと思うんですけど、やっぱ英語そんなにめちゃくちゃ得意ってわけじゃない状態で MBA でそんなこう結構日本語でもしんどいようなディスカッションをまあしたっていうのがやっぱあると思うんで、まあまずはねみんな最初は僕が聞きたくてしょうがないんだけど、まあ、留学のところと語学学習のお話からちょっと聞いていきたいなと、はいはい、そうですね。で僕の場合は先に目標を設定していましたので、あの研修医2年間終わって日本の大学院4年間行ったらアメリカに行きたいというふうに考えてたので、まあ、その間もなるべく英語の論文読んだりだとか、うんうん、あとはそれこそ駅前留学じゃないんですけど、うん、英会話スクールには行ってたんですけど、うん、まあ、やっぱりそこまでスキルアップしなかったですし、もともと僕そんなに英語得意じゃなかったので、うん、まあ、やっぱり行ってからかなり苦労はしたんですけども、うんうん、一番感じたのは、うん、本当に英語っていうのはペラペラになる必要はなくて、うん、まあ、本当に伝わればいいっていう、はい、一つ の, そのツールに過ぎないってことをすごい留学して感じたんですよね、うんうん、っていうのはあのそれこそアメリカに行っててもですね、タクシーの運転手さんとか英語下手だったりするんですよ。アメリカ人ですか。アメリカ人なんですけど、それどういうことですか。クリーニング屋のおばちゃんが英語僕より下手だったりするんですよ。へえ。話せない人が働いてるんですよアメリカだと、はい、へえ。それがつまり多様性の中で普通で、うん、でもなんか伝われば、はいはいはい、コミュニケーションさえできればいいっていうような感じで、うん、日本にいると僕ら日本語しか話さないじゃないですか、うんうん、だからちょっと日本語が下手な外国の方がするいると僕らなんていうんですか、少し見下して見ちゃったりというか、うん、なんかこいつなんで話せないんだようまくみたいな感覚になりがちですけども、うん、向こうだとなんかそういうのが当たり前で、もうなんか下手でもいいから伝わればいいっていうような、ああツールでやってツールに過ぎないなっていうのをまず実感したってことですね。だからつまりそのまあ、ね、そうなんですよ、勉強する時も、うん、まあ、その形というよりはもう単語だけでいいからもどん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 出て伝われば、まあ、向こうでの生活はまず成り立つっていうことですね。でただそう受験はでも受験勉強が
必要になるので、うんうんうん、もちろん多分トフルだけは勉強しなきゃいけないんですよね、はいはいはい、それだけが多分どうしても勉強しなきゃいけないところで、結構今授業それで授業とか大丈夫だったんですかって質問が来てたんですけど、そうですね、授業はマジ辛かったです授業は容赦ない、授業はあの特にビジネス、あの研究リサーチの方は自分の知ってる英語なんで、はい、というかその医療の英語は大丈夫なんですけども、うん、あのビジネススクールの英語はやっぱり僕の知らないビジネスの単語がいっぱい出てくるので、やっぱり特に初めの頃辛いですし恥ずかしいですから、うん、かなり辛かったですけども、まあ、慣れてくると大丈夫になるというのが一つと、うんうんうん、あとはあの授業は発言しないと点数もらえないんですよ、だからもうとりあえず手を挙げて言わなきゃいけなくて、うん、まあ、頑張って手を挙げて言うんですけど、手を挙げてはいって言われて、はい、したら後で何ポイントみたいなことなんですか、多分教授が何かやってるんですよね、積極性とか評価性とか言いますもんね、そうなんですよ、そうなんだ、なんかうまく喋ろうとするよりもその言おうとしてる姿勢を評価されるってことですね、そうなんですよ、あとはいろんな国の人がいるので、日本のケーススタディとかやるときは日本の代表なんで僕が、うんうんうん、だけ日本のことをどう、これはどういう事例なんだいっていうのを説明しろみたいな言われるんですよ、日本を背負ってる感じで、やるんですよ、それは面白いですね、です、確かに、もちろんその時は相当読み込んでって、はいはいはい、絶対刺されるの分かってるんで、うん、まあ、勉強していくんですけど、きつかってもやっぱり通じない時も多々あって、うんうんうん、まあ、僕が言うと、うん、なんか教授がインタレスティングって言って終了とか、ああなるほど、それをまあ面白いねみたいな、以上みたいな、以上みたいなのも多々ありましたし、へえ、つらかったですけどね、そういうのはね、ちょっと留学興味がある人がどれぐらいいるかちょっと聞いてみましょうか、そうですね、せっかくですから、うんうん、留学ね、あ、留学してた、してましたよって人もいるし、こういうふうに留学してコリゴリだわとか、留学コリゴリいろいろいますね、留学は興味あるって人もいるし、海外から見られてる方もいるんですかね、これ。そうですね、うん、なんか費用対効果ね、費用対効果、そうですよ ね、 高いイメージあるからね、うん、あの結構行ってる人いるんだろうな、みんな押したかな、じゃあ結果表示する、僕は留学ないです、あ、お、すっごいみんな興味ある、すごい、すごいですね、こんな多いんだ、これは今すぐ有料にすべきなんじゃないかな、ね、3日後に留学行きますだって、ね、すごいですね、美術留学したいとか哲学勉強しに海外行きたい、この数字は高いですよ、基本的に、いや高いです、だって日本国民でやったら多分10% ないんですか、いや多分そうだと思いますよ、ね、はい、学生であっても結構ね勉強好きな人が集まってるんですよ ね、 ねちょっとすごいな、確か6万人ぐらいでしたっけ、年間留学する数、ああそうなんですね、確かになってきましたね、日本は年々下がってるとか言いますよね、で韓国中国が増えてるとか、ね、というよりは他が増えてる、他が増えてる、日本は最近のデータだと横ばい、横ばいなんですね、はい、なるほどね、じゃあこれは今日みんないい放送になりますね、うん、これは間違いなく、そうですね、でちょっとこうあの僕はあのこれですね、すみません、あの勝手にですね目次を勝手にちょっとすみません作ってしまいまして、うん、あの全然あのここから脱線してたりとかしようかなと思ってはいるんですけど、なんかもうさっきあの英語力の話がやっぱり出たと思うんですけど、うん、留学するときに例えば これからまあ 65% の人が留学したいと思ってるときに、まあ、どっから手をつけたらいいのか分かんないっていうのが多分結構正直なところだと思うんですね、うん、で、まあ、先生留学成功されてというか、まあ行って、でやっぱり今こう、あ、さっきあのさっきちらっとリンクをあのもう出してあったんですけど、あの留学の支援の団体とかやられてるんですよね、そうですね、そうなんですよ、だからちょっと僕はあのちょっとお世話になろうかなと思ったりとか、してるんですけど、はい、まあ、それでまあこれから留学を考えてる人たちに、あのまあじゃあ最低限何をすればいいのか、で何から取り掛かればいいのかっていうのをぜひこう教えていただけると嬉しいんですけれども、うん、僕の中ではまず一番はいつ留学するかを決める、あー、なるほどね、まずはそれを決めないと、なるほど、あのいつまでたっても英語の勉強もできないので、はいはい、あのやっぱり忙しいじゃないですか普段、うんうんうん、なので、まあ、いつしたいかっていうのも明確に決めて、それに向けてあの逆算的にやっていくっていうのが一番おすすめだと思います。4年後に行きますって決めたら、それをまあ落とし込んでって、まあ、1年間でどれぐらいやるとか、まずゴールを決めるかいいか、まあ、4年後オリンピックまでにとかいいかもしれないですね、うん、確かにね、うんうんうん、確かにちょっと僕はあのオリンピック、僕は都内に住んでるんですけど、オリンピック
で人がこうごちゃごちゃするの嫌だな、どっか行きたいなとか思ってたら、ちょっとオリンピックと同時に日本から消えるとかあるかもしれないですね。逆にオリンピック見ないで留学するっていう、これは新しいな。すごいな。あ、それすごいですね。東京オリンピック海外でこんな感じですよっていうニコ生をするみたいな。そうですね。それ面白いですね。じゃあまずいつ留学するか決めて、まあ、逆算していくと。でその上で一つ必要になるのはもちろん、まあ、トーフルの試験の点数は必ずその普通の大学院に行く場合は必要になると思うんですよね。で、まあ、現地に行くだけだったらばもちろんそれは必要ないですけど、トフルの勉強してるとそのライティングとリスニングと リーディングとですかスピーキングとかもそれぞれ勉強するので、まあ、実生活にかなり役立つと思うので、そういった意味でもいいかなと思いますし、であとはやっぱり大事なのはその日本でやっとくことは、まあ、その貢献というか向こうに行くとあの一番履歴書で見られるのは試験の点数ともそうなんですけど、こいつがどれだけその自分のコミュニティに貢献してきたかとか、貢献、そういうリーダーシップ能力とかですね、その人そのものを評価されるというか、なので日本みたいに瞬間最大風速だけの試験の点数だけじゃなくて、もっと履歴書をだから充実させなきゃいけないんですよ。まあ、大学さんだったら大丈夫ですけど、その僕は何でもいいんですね、勉強会主催してたとか、それこそ部活のキャプテンとか、こう埋めなきゃいけないんで、あまりにもそれがスカスカだとちょっと何ですかね、なるほど、やっぱり採点官もこいつ勉強はしてるけど他のこと何もしてないんだなっていうと、結局彼らが求めてるのはその大学に来てその大学にとってどれだけ利益を生み出す人材なのかっていうところなので、まあ、その後の卒業した後もこいつはどんな風に活躍するかってところを見てますから、やっぱりそれをもうちょっと示しとかなければいけないと思うんですよね。あ、それはもう全然日本の大学と全然違いますね。違いますね。全然違うと思いますかね。いいとおしまいってそんなことないですよ。そんなことない、そんなことないですよ。就活みたいですね。あなたの一番学生時代頑張ったことは何ですかみたいなことで、まあ、頑張ったというよりは貢献したことを貢献したことですよね。聞いてくる。多分その比率がめちゃくちゃ重いってことですよね。そうだと思います。就活とかと違って、へえ。それはハーバードでもそう、特にハーバードとかはそうだと思います。あ、特にそうだと思いますね。もちろんビジネススクールもそうですし、まあ、全体がそういう雰囲気、まあまあ、いいのか悪いのか分からないですよ。それがですからアメリカの場合は打算的になってて、まあ、学生はもうそういうのが分かってるんで、もう早めにそういうことをもうどんどんみんなやるんですよね。大学生の頃からボランティアやったりとか、ね、いっぱいそういうコネクション作りに走るんですけど、ね、まあ、でもいいことしてるわけなんで、まあね、その外圧であってもそうやってやってるっていう国になってるってことですね。そうなんですよね。だからまあまあ、いろいろ ね、 もうね、どっちがいいか分からないですけども、そういうのをまあ日本では準備しておくっていうの、そういうのって結構時間かかるじゃないですか。まあそうですよね。急には身につかないですし、なので早めにそういうのをしとくっていうのが、その3つですかね。英語といつ行くかを決めると、あの貢献をしとくというか、貢献しとく、リーダーシップを取るような経験を積んどくっていう、分かりやすい、なるほど、素晴らしいですね、はい、これはもうだいぶ参考になりましたね。俺ちょっと貢献しないとね、ジェバさん虫かい。あ、ウィンついてた。ウィンついてた。ちょっと今4秒遅れ届きましたね。今ね。なるほどね。貢献ですね。なんか今出てたので、あの、何歳になっても遅くないですかってのあったんですけど、結構 いましたか、結構年齢的には。例えば、まあ、いろんな留学はもちろんあると思うんですけど、例えば2年間のフルタイムの普通の MBA だと、少し若いかもしれないですね。30